2021年夏最新のカフェ特集。カフェ好き OL2 人が運営する東京カフェチャンネルが春から夏にかけてオープンした素敵なカフェをご案内します。それでは動画スタート。最初の店は7月10日にオープン、ゴントランシェリエ東京青山店です。世界で約60店舗を展開する人気ベーカリーが日本に再上陸しました。三つ星レストランに勤めていた経験を持つゴントランシェリエさんによるブランドで、約80種類以上のこだわりのパンやケーキが提供されています。店内入って左奥でパンを焼いているので、お店の中にはバターの香りが漂っていました。今回の再上陸1号店となる青山店のコンセプトはゴントラン邸です。階段でつながる2フロアを邸宅のように見立て、1階はベーカリーとテイクアウトコーナー、2階はカフェスペースとなっています。今回は定番のクロワッサンをアレンジしたライムのクラウドクロワッサンをいただきました。フランスの発酵バターを使用したクロワッサンにライムクリームが乗っています。綺麗な層になったクロワッサンはバターの甘みと香りがしっかりと感じられて、とっても美味しいです。ライムクリームもさっぱりとしていて夏におすすめです。朝の7時半から美味しいパンが食べられるお店です。2店舗目は5月末に神宮前にオープンしたムーンソウル2号店です。新大久保で人気の韓国マカロン専門店ムーンソウルの2号店で、今回の店舗は古民家をリノベーションした可愛い韓国カフェになっています。本店で人気の韓国マカロントゥンカロンをはじめ、2号店限定のクロッフルやクロワッサンサンドなどが提供されています。2階のカフェはどこで撮っても写真映えするような可愛い内装です。特にこのブランコで写真を撮る方が多かったです。3階には開放的なテラス席もあります。今回いただいたのはクロッフル季節のフルーツ添えとグレープフルーツエイドです。韓国発の次世代スイーツと言われているのがこのクロッフルです。クロワッサンをワッフル機で焼き上げたクロッフルに季節のフルーツとブンラータをトッピングした人気のメニューです。ブンラータは切ると中からチーズとクリームがとろっと出てきます。メープルとの相性も抜群で病みつきになる味わいです。クロッフルの香ばしさとサクサク感もたまらない美味しいスイーツでした。人気店で土日は特に混雑するので、早めの時間帯を狙って行ってみてください。続いてのお店は6月1日にオープンしたオブゴベイカーのご紹介です。ビーガン仕様のクッキーや焼き菓子を販売するアメリカンベイクショップです。米油や豆乳、ナッツミルクを使用し、動物性原材料は一切不使用。できる限り国産やオーガニックの食材を使い、こだわりのお菓子を作るお店です。定番商品のクッキーにはソフトな食感のアメリカンクッキーからグルテンフリーのオートミールクッキーまで、さまざまなバリエーションがありました。ビーガンやベジタリアンの方はもちろん、アメリカンのおやつが好きな方や卵や乳製品アレルギーの方まで、若い世代からお年寄りまで幅広く楽しめるお店です。続いては7月21日に表参道にオープンした台湾カステラ専門店パンパイパイ日式銘菓のご紹介です。本
場台湾直伝の製法と厳選された日本の素材で作る台湾カステラの新しいブランドです。今回黒糖くるみの台湾カステラを作る様子を見せていただきました。日本最南端の有人島波照間島のサトウキビを 100% 使用した黒糖をくるみに絡ませて焼き上げた台湾カステラです。焼き上がりの時間は公式インスタグラムのストーリーズで確認することができます。このようにカステラを切るところを店頭で見ることができるので、ぜひ焼き上がりの時間に行って焼きたての台湾カステラを購入してみてください。ファンパイパイ日式メーカーの台湾カステラの味は3種類。先ほどご紹介した黒糖くるみと宇治抹茶は3本です。台湾カステラは日本のカステラとは違い、蒸し焼きのように焼いているので、このプルプル食感が特徴です。京都府和束町産の石臼挽き宇治抹茶をふんだんに使用した宇治抹茶の台湾カステラ。春に収穫された一番茶のみを使用しているため、深い抹茶の色合いと濃厚なコク、香りが楽しめます。シンプルな味わいが好きな方には和三盆がおすすめ。徳島県で昔ながらの製法で作られた和三盆と国産ブランド卵を合わせた上品な甘みの台湾カステラです。イートインでは台湾カステラ一切れとこだわりのお茶のセットがいただけます。しっとりとしたカステラと甘さ控えめの生クリームとの相性が抜群です。あとは珍しい台湾カステラのクリームサンドやフルーツサンドなどもあります。イートインスペースも 3,4 席あるので、夏場の休憩にぜひお立ち寄りください。続いては6月18日にオープン、カーサレガスタのご紹介です。バスクチーズケーキで有名なガスタの新業態のチーズスイーツ専門店です。チーズを使用した生菓子や焼き菓子を提供しています。看板メニューはこちらのゲタリアイスです。バスク地方の小さな港町ゲタリアにあるレストランで提供されている出来たてのチーズアイスを再現しています。しっかりとチーズのコクが感じられる口どけのいいこだわりのチーズアイスでした。続いては7月1日に麻布十番にオープンしたロバーツコーヒーのご紹介です。一人当たりのコーヒー消費量が世界一になることもあると言われているコーヒー消費大国のフィンランド。そんなフィンランドを代表するコーヒーショップがこちらのロバーツコーヒーです。今回はアイスカフェラテと自家製シナモンロールをいただきました。シナモンとカルダモンが効いたフィンランド流のシナモンロールはアメリカのものと比べて食べやすい甘さで親しみやすい美味しさでした。フィンランドで修行したジェラートマスターが日本の工房で作るフレッシュジェラートをいただくこともできます。ジェラートのフレーバーも豊富で、先ほどのシナモンロールをそのままジェラートにしたシナモン味などもありました。続いては6月28日にオープンしたエンジョイのご紹介です。お酒好きの夫婦が開業したコーヒーとクラフトビールのお店です。こちらではレモンケーキとカフェラテをいただきました。
コーヒーのグラスは店名のエンジョイという文字が入っていて可愛いです。レモンケーキはひんやりとした爽やかな味わいでとっても美味しかったです。アイスカフェラテもしっかりエスプレッソを感じることができてエンジョイできました。最後は6月25日に新宿にオープンしたジョリッティのご紹介です。ジョリッティは1900年に創業して以来、イタリア・ローマで長年にわたり愛され続けている老舗のジェラートショップです。オープンして以来とっても人気のジェラート屋さんですが、整理券制度なのでお店でずっと待たずにいただくことができます。名作映画ローマの休日でオードリー・ヘプバーンが食べてたのもこのジョリッティのジェラートなんです。創業者であるジョリッティ家のレシピをもとに豊富なフレーバーを毎日お店で手作りしています。贅沢に3種類のジェラートが選べるトリプルを注文しました。ピスタチオミルクチョコレートミックスベリー、パイナップルココナッツヘーゼルナッツです。座って食べられる席はないので立食でいただきます。お値段は少しお高めですが、濃厚で滑らかで美味しいジェラートでした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。最近オープンしたカフェも魅力的なお店ばかりです。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。それでは次回の東京カフェチャンネルでお会いしましょう。グッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。